はい、こんばんは。今日はね、えー、っと、12月26日、木曜日です。もう9時、まあ、なろうとします。あ、ちょっとね、音楽止めますね。またね、えー、Google からちょっと私が来ちゃうんでね、ちょっとスインペイの曲はちょっと一時停止ということで、え、今日の本題は、と言いますと、えー、この間ね、えー、2日ほど前、YouTube 見ててね、 えー、ある商品がちょっと気になったんでね、えー、Yahoo、朝早くに、えー、Yahoo a u c でちょっと、えー、ポチリして買っちゃいました。で、その買った商品っていうのは、まあ、あの、セーリン459ですの方の動画を見てもらえるとわかると思うのです、2日かな、3日ほど前に上げてるはずなんですけども、オートライト機能を、えー、カットする、えー、装置ですね。装置っていうか、まあ、配線。 コネクターの配線、純正配線と割り込ませるだけで、えー、オートライトをカットできるっていうやつです。カットって言っても、あの、完全にあの、コンライト機能を全くオフにするための機能じゃなくて、 えー、トヨタ車だけだと思うんですけども、えー、セレイ459さんが言ってるには、えー、トヨタ車だけ限定みたいな感じです。まあ、日産とかね、ホンダとか、えー、そこら辺のとこまでちょっとわかりませんが、詳しくはね。一般的なオートライトずって言うとと、えー、まあね、あの暗くなったらライトついて、明るくなったら消える。そういうなんですけども、えー、通常は、まあ、夜とかね、 オートライトが作動しているとき、コンライトがね、オンになっているときに、で、まあ、出先って言って家へ帰ってきました。で、エンジン切,切りました。で、普通そこで、あのー、何も、あの、加工しない場合だと、エンジン切っただけではライト消えませんよね。つきっぱなしですよね。で、それをどう解除するかっつうと、一旦、まあ、あのー、 ドア開けるかライトスイッチをオフにするかで、えー、完全にライトが消えるんですけどもその、えー、割り込み配線なんですがそれをつけるとエンジン切ったと同時にライトが、えー、消灯するというそういうシステムですなのでね、えー、今までのようにドア開けたりとか、ね、ライトスイッチをオンオフにオンオフとかしオフにしたりとか、ね、しなくても、えー、すごくいい えー、便利機能の、えー、配線ですね。それがね、送料込みで7000円ちょいあったんで、ちょっと高くてね悩んだんですけども、えー、買ってしまいました。で、まだね、本当は今日来る予定だったんですけども、家の人がちょうど,、あのー、ちょうどその頃家にいなかったんで、不在通知だけ置いて黒ネ負さん帰ってしまいました。なのでね、明日、 営業所止めとかしといてって言ってたんです。仕事終わってから、えー、取りに行きたいと思います。で、またね、あの取りに行った時にまた、えー、家帰ってきた時にね、えー、説明、詳しくね、まああの、説明します。ほんじゃ、そこらの商品やとやっぱ商品だけで説明書が入ってないとかね、あの詳しくどこにつなぐか書かれてないっていところが多いと思うんですけどね、ほとんどの 中華製とかなんですけどもそこのデンクルさんっていうメーカーなんですけどもあの一応マーク X 用とかまあいろいろねあのポルテスペイド用とかまあいろいろ車種があるんでえ自分の見合った車にね合うのを買ってみて取り付けるのもいいかと思いますで一番いいところはね車種車,車種専用の え説明書がちゃんとついてくるってところですね。カラー写真がついてるのかなで、どこのヒューズにつけるかとか、ちゃんと細かく丁寧に書いてあるんで、その通り取り付ければ正常に機能はえうん働きます。まああの、ちょっとね、 自分もあの、ちょっといつも説明下手なんであれなんで、よかったら YouTube ね、00459さんの動画を見てみてください。で、まあ,あ、気に入ったら、まあ、自分のオーター写真はね、あるかどうか、ヤフーオークとか、まあ、メルカリとかね、いろいろ <coughs> サイトあると思うんで、ちょっと探してみてください。えー、大変いい機能だと思ったんで、自分は買いました。 また、ええー、また明日か。明日また取りに行ってる、また詳しく説明いたします。えー、取り付けるのはね、ええー、一応、もう明日、出勤すれば、もう28日からね、もう正月休みなんで8日間あります。9日か。5、6、7、9日間あるんで、その間に取り付けようかなと思ってるんですけども、ええー、こちら福井県はね、河野市は、えー、雪、 今は雪降ってないんですけども、正月前に雪がなんか降るみたいです。明日かな暑かったかななのでね、あんまりふぶいてたりするとね、いくらあのカーポートあっても寒いんで、ちょっと作業は中断,し中断いたします。中断してる商品結構たまってますけどね。えー あのまだ本もねまだ取り付けてません仕事でちょっとね忙しくて帰ってきて夜なんでも取り付ける間もありませんまあ多分ねえトヨタ車だけだと思いますそういう症状があるわね症状って故障ではないんですけども、まあ、正常なんですけどもそういうのが まあ他のメーカーやったらエンジン切ったらすぐライトも切れるんだと思うんですけども、ちょっと詳しいことまではちょっとわかりません。ちょっとあのセイレイ459さんのちょっとショ物みたいになってしまいましたけども、トヨタ車はそうらしいです。他のメーカーのやつはちょっとわかりませんので、えまあご自分の車でちょっと試してみてください。トヨタ車と同じだったら、まあそういう きっと配線ね割り込ませるタイプだけなんでそれを買って取り付けるのもいいかと思いますえどこのいろんなメーカーのやつもあるんじゃないかなと思うんですけどもちょっと自分はあのあんまり調べてないんでえこの車種このメーカーのこの車種はありますはちょっと言えません <laughs> 自分もね早く欲しくてあのマーク X でね 検索したらまああったんでそのままポチリしましたけども <laughs> でまたねあの取り付け取り付けはまあ非常に簡単なんでねあの取り付け動画はちょっと撮らないでおきますえカラー写真とかねそのあのそのあのって、ね、え説明書がついてくるんでそれで説明したいと思います、まあ、簡単なんでね まあ簡単に言うと、助手席の、えー、ヒューズボックスから電源を取ります。で、えー、配線の割りこましはというとね、ハンドルの、あのー、なんつうの、ボックスってか、なんかあの、ハンドルのね、周りのあの、プラスチックのカバーを外して、ちょうどハンドルの下ぐらいになるんかな、そこにカプラーがついてるんで、配線がね、それを外して、 その今買うたやつを割り込ませるっていう商品になります。だから本当にね、それで、えー、オートライトを着ることができるのかどうかちょっとね、試してみたいと思いますけどね。何でも、ね、実践あるのみですね、あの,の、買ってちょっと試してみないと分かりませんけどね。 以前取り付けた、あのー、リトラクタブルドアミラー、あれかってね、説明書にはヒューズつけるなんて一言も書いてなかったんで、書いてなかったからね、そのまま取り付けたらもうヒューズ飛びましたよね。で、ヒューズ5アンペアのやつつけたらちゃんと正常にね、えー、ヒューズ飛ぶこともなく、今でもちゃんと正常に働いております。 リトラクタブルドアミュラーは非常に便利なんで、えー、おすすめできる商品です。よかったら自分、あのもちろん、ね、車で、えー、取り付けてみてはいかがでしょうか。まあ、それでも、ね、一応、あのー、トヨタ車 A とか B とかなんかいろいろ記号があるのかな。そのカプラーにドアミュラーの カプラーがカプラーと合うやつじゃないとダメですトヨタ社だけではだけじゃないと思うんですけども他のやつもあると思うんで、えー、ちょっと検索してみてください、はい、今日の動画はねポチリしてまたちょっとね商品を、えー、取りに行ってね明日ね取りに行きます、えー、商品名は <laughs> オートライトキル,キ,ルキットかなオートライトキルキットか。そういう名前で確かあったと思います。よかったら検索してみてください。ではね、今日はご視聴ありがとうございました。